お疲れちゃんさらです。今日はですねこちらのゴレホーバリングやっていきたいと思います。ということでめちゃくちゃ珍しい方の、まあ、ゴーレムデッキなんですけども、こちらはですねなんと先日ね行われました世界大会の、決勝で惜しくも敗れた準優勝ですね、はい、2位のモルテンが使っていましたゴレホバですね、まあ、モルテンの対戦相手があの決勝はまあライトで、その前の前ぐらいか、まあ、途中で麦とやったりとか、まあ、対戦相手がね結構高回転族 のレベチプレイヤーしかいなかったので、まあ、そこのプレイヤーたちに対しての対策デッキでも、まあ、あるとは思うんですけども、まあ、世界大会の舞台で使うほどのデッキなので、まあ、それは強いやろっていうことでこちらねやっていきます。マジでゴレにホバが入るなんて、まあ あるかあのクローンだ、ゴレクロか、ゴレクロはあるっすけど普通のゴレではまあないね、まあない。なんだろうね、クララリーグ1年目のゲーム1対ポノス、2年目だったかな。で、ウィズの 2v2 デッキに、3年目か、覚えてないけど、2v2 デッキのゴレゴレにホバが入ってるぐらいはありましたけど、1v1 でね、ゴレホバっていうのは、まあ、珍しいというかもうないですから、よいしょ。さあ、このホバがどんぐらいね、いい味出してくれるのかちょっと、大事ですからね。さあ、ホバ出して、これゴレクロかな、相手。相手のベビーが範囲に入ってるんで、これ多分ベビー対決勝てそうじゃない、これ勝てねえかな、どうなん、うっやべえ、なんかトレンドついてねえけど、さあ耐えれてます。まあホーバーはねこの相手のラバクロのファイボでいかれるんですけど、まあまあまあ言うて、なんならそこにファイボを打たして後衛全部生きるみたいなのが理想なんだね。さあ、ラバクロか。体育少ねえな、このデッキ。マジ。もう一枚ぐらい欲しくなっちゃうんですけど。まあ、気合で、やっていくか。これなんか攻めでぶっぱしたらワンチャン勝てねえかな。よしよし。まあまあ、5、1、1だ。うん、来ないんだな。ちょっと嫌がらせムートでもしとこうか。どうせスケブッシュ。さあ、これでキングもちょっと削れるし、いや、いいよ。よし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 。さあ、ラバクロこれ形組まれたら結構きついですからね。っていうのでちょっと防衛の、おお、そっち、お互いキングを守りたいっていうね。これだってラバベビーホバクロワされたら終わりっしょ、んなどうやって守るんだよ。まあ防衛ライトっすか。よいしょ。うわ取るね。じゃあクローン使ってこん。いやこっからのクローンっすね。そうっす。まあ、でも、お願い、ターゲットさえ事故んなければ。いや、まあ、無理せず許容して、260耐えてる。260耐えてるぞ。助けれる。おー、ロンボー。よし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 、ムータイト、オーケー。さあ、いや、ラバクロに勝てんの結構でかい気がしたけどな。ねえ、だってホバー5で行かれるんで、体育ないじゃないですか。ベビドロしかいないですから。よしよし。いや、多分ラバはね、ちょっとだるい方だと思うんですよね。まあ、相手がヤナメザップのラバとかだったらまた変わるんですけど。まあ、でも、多分、施設系に強いと思うんですよ。大砲とかテスラとかを、ね、ホバでぶち抜けるんで、よりゴーレムが通りやすい。っていうので、高回転には強そう。でも、それ以外、なんか、ホバリングすごい腐りそうですが、来た、枯渇だ。え、枯渇には、めっちゃ強いやろ、ホバリング。さあ、ゴーレムは、まあ、枯渇どうだろうな。最近だとやっぱマイティー枯渇とか、あれ？なんかボンバー来たわ。マイティーが辛かったりとか、まだインフェがね、きつかったりとかありますけど、ゴーレム。これ、ホバがいるんで、普通の枯渇なら、よかったんですけど、まあ、キョスケいるんだよね。ようわからんすよ。マジ。まあ、キョスケバレルだったら、花羽さんとかが使ってそうなスケブマザネクコウモリでワンチャンロイもいましたね。さあ。いや、これ、ロイ、きついっすね、冷静に。うん。キョロイ、きついっすね、冷静にね。
でまあハンターとかマザネクとかが出てくると思うんですけど、ああザッピーか。さあこれはなかなかの難易度っすよマジ。鬼来ましたね、難易度に。まあゴブリンバレルをちゃっちゃキング起動できるといいのかな。ああさすがに近畿警戒はしてくるが、まあ出します。はい、ゴーレム出してから考えましょう。さすがにここのボーンは捨ててくるか。よし、まあザッピー、ザピオ先生やっすよね。いて、まあトリトンとかいないこと祈りながらのんびり行こうか。さあスケブ、いやもうきついマジでもうきつい。あもうきついけど、さあ金起動したらちょっとは流れが変わってくれるんじゃないのかと祈りながらの、いやハンターもしっかり。さあこれ勝ったらマジ天才どころじゃない、うん、神これ勝ったらもう神様。そして守る、まあ、トルネゴルナイのねあのスーパーなんだろう必殺技で世界を変えるのはワンチャリ、まあ、ロイ、あ、ヤナメで落ちんのかい。え、今これヤナメ落ちんかった。ゴルナイがね、このゴルナイがハゲてたかもしんないんでワンチャンたんですけどね。さあホバリングね、いやホバリング枯渇はいいね、うん、枯渇引ければいいけど、他なんだろうな、マジでその例えば高回転ホグのクエイクとか、まあ、クエイクか、あとなんだろうなこいつこいつなんだ、こいついるのか。ちょっと待ってよ、モルテン、モルテンくん、まあ一旦ね、一旦守んなきゃいけない。さあタルババ、おしゃれだわ、すごいんだけどね。さあゴーストタルなので、まあなんだろうね、まあ一旦なんか出しておくとちょっといい感じになりそう。さあ走れ、はい警戒。お、三重子だ。いや三重子とかにはちょっと強そうじゃない。まあ、顎あるんで、豚の三種かな。だって三種って言ったら、対空三重種しかいないわけなんですよ。いやー、まあ、ハンターがいる方だとまた変わるんですけど、いなければ、一生飛んでるよね。相手の三重種、いないサイドでもいいし、ゴレの後ろのホバリング一生飛ぶから、そう考えるとめっちゃ強いぞ、これは。結構いいマッチアップを引いたんじゃないか。いやー。いやゴースト咲かせられたのは熱いが、いやーめっちゃいいヒースピー。さあエリポンがないのは救いっすねこれ。まあでもハンターいたらめんどくさいかな、いんのかなこれ、いないでほしいっすけど。走るのかい。さああなたは走ってくるよと、これちょっと三種来ない読みの空攻めいました。ホバリングじゃね、ハンター。さあハンターはいるとのことで、これもう微妙じゃないホバマジ。いやまあまあまあトルネでね巻き込んでいい感じにハンターをホバの下からどかせられたらまた、いやあるぞこれ絶対。ホバ当たれば刺されば強いぞ、刺さんなかったらもうダメだ。よしよし、さあ来た、さすがにこれ打っていいでしょ。さあ即ライトで豚は、まあ、ムートタルなんかで適当に守れそう。
あーその日スキー良くない、ね、さあまあここは許容の耐えのだなぁ。ビームいるし事故れ、いやー事故ってほしいが、いやベビー入ってんな。いやいいよ、さあ痛い、これどうする、もうなんかゴルナイホバで勝つみたいなとこあるかな。あーうまいね、このドラゴンでワンチャン頑張れる。残れ、お、いやーこれ一回やっぱ組みたいっすね。いやワンチャンまだ全然あるよ。走んな、おい、いやマジであるぞこれ。しかも今空いたハンター使ったな。これゴールミラン、気づいた、ゴールミラン。さあゴールムは飾り、さあ一旦ユニットいっぱいいってマジで、いやマジぐっちゃぐちゃだけど、いやマジでこれだよ、これがきちんだら相手は来るぞ、俺のターンがこれ。相手頑張って耐えてるけど絶対苦しいから、絶対苦しいから、これ絶対苦しいよね、お願い。オーバリング刺さってる、刺さってる、マジでオーバーとベビーが一生飛んでる、来た来た来た、これ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 よ、これまたメガゴだったら話変わってましたからね。最後はライトニングとビー話なんで、よしよしよし、一生打ってマジでホバが刺さって勝てる。さあ来た、リソーズよこれが、こういうことよね、これよこのホバリング。マジゴールム出したっけ、多分出してないですよね。よし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 、さあホバとか刺さる相手にはこうやって戦っていく。いやちょっと危なかったですけどね。まあまあまあゴレの後ろのホバがねできればいいんですけど、なんかあんま軽くないんでね。よし、単純ムートゴルナイホバでよかった。いやこれはちょっといい勝ちじゃないですか、いい勝ちな気がするな。さあ続いて、よろしく、どうするか、まあ待ちますか一旦ね。あーファイスピゲーなんで、もうねロイホグとかホグとか迫撃一戦高回転ですね。ファイボじゃなかったら熱いなーぐらいですね、マジこれロイホグだったら結構熱いんじゃない。おロイホグだ、ロイホグです。さあアチャクイロイホグだと思うので、いやこういう相手に対して勝ちたいのホバだと思うんですよ。そうだからここを勝たなきゃマジ何に勝つのっていう話なんでね。あートルネード下手すぎた、いてー、まあ、あとアチャクイがいるっすよね。マスケファイスピーウッドもあるかも。このライトはやばい、5個スロイホグ耐え、うん、これ形組めれば絶対勝てると思うんで、序盤これ耐えっすね。これ今ゴーラム出したくても出したらダメっすね。うん、待ちっす、待ち待ち待ち、でロイが来たらゴールナイタル。よしよしよし、いいぞこれ。だってこれでゴルナイムーとベビーって組んだら絶対デリバリー使うから、遅れて登場ホバリングくん。さあ相手もにっこり笑顔最高、さあ耐える、耐えるが正義。いやオリチューはね倒さなきゃ、デリバリー、さあここの着衣は
ゴーレムがターゲットを取ってくれるので、さあ美味しいぞこれは。これは熱いぞ。しかも圧着いないホバであの大砲を壊しちゃうさあからのゴルナイベビー、うーホバが、ホバ無双してる。で圧着いはまあもう勝手に消えてもらって、ムート追加オッケー。いやー相性えぐ、ホバが、ホバが最強になってる。さあグッドゲーム、ドヤ顔でそういうとこマジ。いやホバ刺されて熱いっすね。まあさすがにこんなんも圧着い用に足るまで温存してね。ほれしっかりね、バッチでアピールしていきます。いやモルテンいいねこのデッキ。さあホバリングが無双するときとしないときのこの差がえぐいんですけども、まあ、やっぱ刺さればね、刺さればやっぱこういうなんか尖ったカードっすよね。ホバとかマザニクとかかな。まあ特に基本的に常に安定するカードではないんですけど、刺さるとめちゃんこ強いよねっていうのがこのホバだと思うので、特にねその刺さったときのこの無双感えぐいっすね。さあ来たノバ、あんま見ないな、ノバラットやん。 A ラットだ。でも B ラットがいるんですよ、まあ、海外で結構有名なね古参プレイヤー。もう B ラットディガポイっていう、もうデッキ名まであるぐらいの有名な人がいるんですけど、 A ラットや、 A ラット初めて見たな。あーこれディガロケっすね。よいしょ。さあディガロケなので、おうホバリングめっちゃ強いぞこれ。これやべえぐらいホバ強いっす。事件っす。マジで。しかもこのディガーゴーレムが拾ってくれるっていう。うちのゴーレム優秀か。いやちょっとトロイか。これマジやばいっすよ。ほぼ最強っす。あでもインフェか相手。冷静に。インフェだ。まあでもほぼ強いんで。はい。ほぼ強って。綺麗に防衛されました。やべえ、さあインフェとロケも入ってますね。ちなみにまあ後半は俺の方が強いと思うので、序盤のこのディガのダメージとかを抑えるのが大事です。やべ、抑えるのが大事ですってめっちゃ入ってる。さあで男の許容をしながらの、よいしょ。さあまあまあここはデリーなんですけど、デリーしかないので言ったら、行ってからの、いやホーバーにも当たるんかいっていう、そのね、よし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 、濡れ取り濡れ取り濡れ取り、いやめっちゃ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 やめろ、よしよしよし。さあこのホーバー攻めがさてはね、あいつつらい。でもホーバーといい感じに攻めれればいいんですけど、ゴーレム自体はあんま通んねえかな。フィジカル、まあ言うて結構辛い方だと思うんですけど、ね、いやマジでインフェやべえ。相手がサイド変えてきてくれるのこれ結構おいしいっすね。そんな延命もしちゃって、いやこのマジでちっこいちっこいっていうか、なんかこの変なユニット攻めが辛いっすね。よしよし、まだもう回転が早いですからね。いやー辛そう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 。でも一回やっぱ形組まないといけないっすよね。ここか、まあ右か左か悩むとこだけど、さあこれスケールレスピも使ってんで、一旦走ってあのインフェにちょっかいかけてくれると熱い。あれライトで飛ぶっすよ。ワンチャン2周目回すかな。2周目回す構えしてるっす。おっそれの狙いは圧倒的ゴルナイ。おい
さあ、ずるいが入っている。いやー、怪しいな。でもロッケがね、いや、ホバ強い。でもそろそろ裏に飛んできてもおかしくはないが、よしよしよし、ケツゴレしたいっすね、マジで。55秒っしょ、1回も守れるっしょ。両サイドパーティーの時間だ、パーティーの時間だぜ。よし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 、やばすぎこの絵面やばいな、マジ。両サイドにムートホバベビーさ、危なかったですけども、最後形を組んでね、勝ちと、ね、リガーをしっかり押さえて形組んで、いやこれはね、いい攻めだったんじゃないですか。オーケー。さあ、ということで、刺さればめっちゃ強いです。はい、刺さんなかったときは、まあ苦しいですけども、というゴーレムだったと思うんですけど、ぜひね、ちょっと皆さんも、ゴレホバやってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。